電信法のメリットは感電給与を挟めると、はい、で分割法というのは電信を分割してその分、まあ、毎日のようにトレーニングする。本日はですね、まあ、筋トレされてる方多いと思うんですけども、はい、なかなか効果が出ない、うん、という方、そして効果が出なくて悩んでる方多いと思うんですけれども、うん、その理由ですね、はい、このような筋トレ効果があるのか、うん、ということについてちょっと掘り下げていきたいかと思います、はい、まず武田方何かどうでしょう、ジムで見かける中でこういうトレーニングしてるけど効果あるのかみたいなのあるんじゃないでしょうか。あるのかっていうのもそうなんですけど、本当にこう、まあ、僕も3年間山本先生のもとでトレーニングをさせていただいたからこそ分かるのが、あ、世の中の人が本当に成長しきれてない人がいっぱいいるんだなと、はい、相手にずっと同じことやってらっしゃるんだなっていう、うん、そうですね、毎日毎日同じメニューでジムに来ていてですね、はい、それで伸びていない、うん、例えばずっとベンチプレスを100キロでやっていて、まあ、1年経っても100キロでやってる、はい、うん、それを何の疑問も持たずにやってるという人、はい、かなり多いと思うんですけどね、うん、まあ、ただそれ本人が別にそれで満足してるならいいとは思うんです、はい、まあ、ジムに来てトレーニングすること、トレーニングすること自体がまあ趣味だというような方、はい、全然それで構わないと思います、うん、ただトレーニングして筋肉を増やしたい、はい、力を伸ばしたい、うん、というような目的がある人の場合、ちょっと伸びていないのであればちゃんと直す必要がありますので、はい、そういう時にどうすればいいのか、まず自分が伸びてるのか伸びてないのか、それをちゃんと確認しないといけないですね、うん、そのための先生ポイントはやはり例のあれをつけるところですか。そうですね、記録、はい、ノートですとかアプリで自分のトレーニングの記録をつけることが大事だと思います、うん、で例えば1年前の記録を見て伸びてなければ、うん、あれちょっと俺のトレーニングこれでいいのかなと見直す機会があると思いますので、はい、まあ、もちろん1年と言わなくても1ヶ月伸びていなければ何かがおかしいというのが分かると思いますので、はい、それに気づかないでずっと同じようなトレーニングしているのであれば、ちょっと伸びる余地はないですね、うん、なんかよく世の中 そのいわゆるトレーニングの成功している人たちの中には、もちろん山本先生と同じように記録が伸びていることが正解という人もいれば、いや重量なんて所詮どうのこうのだからとおっしゃる方もいるんですけど、やっぱり基本的に追いかけるのは重量であるべきですか。そうですね、例えば重量を追いかけるということは、はい、まあ、筋肉が増える筋力と筋断面積、はいはい、基本的にはまあ比例すると言われてますので、はい、ですので、まあ、筋肉が大きい人ほど筋力もある、うん、これはもう一つの原則ではあります、うん、ですので筋肉を増やすためにはちゃんと筋力、重い重量もやらなければいけないということです、うん、はい、ただ最近になってきてですね、軽い重量でも筋肥大する、うん、ということは分かってきているんですけれども、はい、実は軽い重量で筋肥大させる方がきついんですこれは東京大学で石井先生が、うん、まあ、いろんな学生たちにトレーニングさせてですね、はい、で実際に学生たちからフィードバックをもらったんですけれども、うん、軽い重量での筋肥大トレーニングきついです。逆になんですね、ということですね、はい、でまあ、実際に、ね、まあ、武田方のですね動画見ていただくと分かると思うんですけれども、はい、軽い重量でのトレーニングも本当にきつい、はい、まあ、なぜきついかというと、重い重量だと実はそんなに追い込まなくてもいいんです。例えば5回4セット、うん、1セット目2セット目はちょっと余裕持たせて、最後の3セット目、はい、4セット目ぐらいで本当にギリギリ5回、はい、そのようなトレーニングで重い重量だと伸びてきます、うん、でも軽い重量である場合全てのセットパンパンになるまで追い込まないといけない、はい、ということもあります。これはですね、かなり上級レベルにならないとできないことでもあるんですね、はい、ですので、まあ、もちろん軽い重量でも肥大はするけれども、基本は高重量、うん、で高重量だけでやるのではなく、さらに上を追い求めたい人が軽い重量でというような、はい、そういうステップを踏む必要があるということです。あの撮影の時もそうですし、自分のトレーニングでも一番嫌いな日ですか、実は軽重量の日でございます、はい、なんで皆さんもですね、まあ、やっていただいたら分かると思うので、軽重量の追い込みを経験しつつですね、はい、あのこっちで感じていただけたらと思います。次の質問では次の例なんですけど、いまだに世の中の多くの人が10回3セットインターバル60秒から90秒っていう、あの昔からある法則に従ってやってる印象があります。これどうなんですかね。まあ、10回3セットというのは、まあ、なんていうんですか、最大公約数的なトレーニング方法として、まあ、かなり前に広まったんですけれども、はい、うん、最大公約数とは言っても別にそれが一番効果があるわけではないですね、はい、でその10回3セットでやっていますと、
トレーニングのその10回3セットに慣れてしまう、うんうん、筋肉の発達っていうのはストレスへの応答反応、はい、となると慣れたらダメ、うん、10回3セットで毎回やったらどんどん慣れちゃう、はい、これは伸びないわけですよね、まあ、実際に10回3セットでトレーニングしていてどんどん伸びてるってことあんまりないと思います、うん、伸びてないのにずっと同じ重量で10回3セットやってるというような人がかなり多いじゃないですかね、はい、で、まあ、ずっと10回3セットで3ヶ月4ヶ月やって伸びなくてつまらなくてジムをやめてしまうという方はとても多いと思います、はい、ですので大事なのは常に刺激を変える、うん、10回3セットにとらわれないことが大事でして、まあ、10回というのはまあ一つのですね目安ではあるんですけれども、はい、例えば5回でもっと重いのでやったり、うん、もっと軽いので20回でやったりとかですね、はい、いろんな回数いろんな重量で刺激を与えていく、それが大事になります。いろんな刺激でいろんなストレスを与える、はい、新しいストレスを与えるということですね、はい、であとまあ種目を変えたりとか、うん、あとインターバルも変えたり、うん、そのようないろんな、まあ、マトリックスがありますので、はい、ファクターをどんどん変えていって、うん、毎回毎回違う刺激を与えられればそれがベスト、うん、ただ、まあ、ある程度慣れてこないとですね、毎回毎回トレーニング方法を変えちゃうともうめちゃくちゃになっていて、はい、伸びてるのかどうか分からないということもありますので、はい、まあ、ある程度上級者になったらもう毎回変えちゃっていいと思うんですけれども、うん、上級までいかなくても中級レベルの方でもある程度ですね、トレーニングの方法をそれなりの期間、はい、2,3 週間やったら違うやり方でやるとか、例えば月曜日は重い重量、木曜日は軽い重量でやったりとか、そのような感じでですね、いろいろとトレーニング変化をつけていくこと、それが中級以上になると大事になってきます。なるほどですね。そしてじゃあ次のパターンですね、これは初心者の方ではないと思いますが、初心者から中級者に上がっていくぐらいから多く見かけれるケースだと思ってます。何かしらの自分ですごい仮説とか理屈を持って不思議なフォームとか自己流のフォームを作ってしまい、はい、山本先生のお話で言うところの重量とか成長が見られてないのに永遠とがむしゃらにやり続けていく、はい、いつかはそのフォームで結果が出ると信じてっていうパターンがやっぱどこのジムでも必ずいると思います。これは先生どう直していくべきなのか、直すべきじゃないのか。そうですね、ただそういう不思議なフォームやってる人はですね、自分が正しいと思ってることがとても多いんですよね。すよ、まあ、自分自己流でいろいろやりたい、うん、この気持ち結構わかります。うん、自己流でやりたいというのは分かるんですよね、まあ例えば偉い人がこう言ってるからその通りにやろうっていう人もいますし、はい、もう全部自己流でやりたい人といると思います、はい、まあ、それで全然構わないとは思うんですよね、うん、まあ、伸びるかどうかは別にしてまず自己流でやるっていうのも一つの方法ではあります、はい、自分で考えるというのはとても大事なことですから、ね、それもまあ一つの方法ではあるんですけれども、はい、ただそれであっても最初の記録をつけるというのは大事なことで、うん、伸びていなければもしかしたら自分間違ってるんじゃないかと思うと思います、うん、まあ、それができるかどうかですね、はい、まあ、自己流であっても伸びていればよい、うん、でも伸びていなければちゃんとそれを確認して、まあ、伸びていない原因を突き止める、うん、そのようにすることが大事になってきます。あと先生よくあるのがですね、やっぱりこうトレーニングの頻度とか量が多すぎっていうので、まあ、最近だとこう全身法を僕らの YouTube で紹介したので今全身法を週5回やってる人も知ってるんですよ、はい、ちょっと有酸素しに行こうかなと思って行ったら1週間本当にずっと同じ種目を5日間ずっとやってた人見たんですけど、どうなんですかね、この全身法なのか分割法なのか、1週間のトレーニングではこのぐらい、1回の時はこれぐらいっていう適切なものをどう見極めていくべきなのか。まあ、全身法の一つのメリットというのは完全休養の日を増やせるということでもあるんですね、はい、それをまあ毎日やっちゃったら全然意味がない、うん、でかなり昔ですね、1995年ぐらいだったと思うんですけれども、はい、まあ、アイアマンという雑誌があって、はい、そのアイアマンという雑誌にエブリタイムトレーニングっていう連載が出たこともあります、うん、そのエブリタイムトレーニング毎日ビッグ3 10回3セットやるというものなんです。10回3セットビッグ3をまあ、毎日やって、まあ、確か日曜日だけ休むみたいな感じだったと思うんですけれども、ど、まあ、一瞬流行って一瞬で消えました。流行ったんですね、オーバーワークにもなりますし、はい、刺激も、まあ、どんどんですね、うん、慣れてしまうということで、まあ、明らかにオーバーワークになってしまって、はい、まあ、私がちょうどその時ですね、ボディービルジムでコーチやっていて、はい、まあ、何人かがその記事を読んでやったんですけれども、うん、やっぱりちょっと怪我しちゃった、うん、ということもあります、まあ、どうしても全身法で毎日というのは怪我が
起こってしまう、オーバーワークになってしまうということになりますので、全身法のメリットは完全休養を挟めるということになります、はい、で分割法というのは全身を分割して、その分、まあ、毎日のようにトレーニングするということですけれども、はい、毎日トレーニングするということは完全休養がない、そうなんですね、ということになりますので、はい、まあ、それはちょっとですね、回復という点で言えばデメリットですね、うんうん、分割というのは全身を何のために分割するかというと、はい、トレーニング量を減らして特定の部位だけを集中して鍛えるということですので、はい、それを何時間もやったんじゃ意味がないわけですね、うん、ちゃんと分割することによって1回のトレーニング時間を短くできるということがポイントでもありますので、はい、分割法にして毎日2時間3時間やったのでは、もう毎日全身法をやるのとほとんど変わらない。ですので、まあ、全身法の場合はちゃんと完全休養の日を、はい、まあ、1日2日挟んで週 2,3 回で行う、うん、分割法の場合も1回のトレーニング時間はあんまり長くしないということが大事かと思います、はい、この適切な先生、時間と間隔はもう記録を追ってってパフォーマンスが下がるのか上がるのかで見極めていくのが一番楽ですかね。そうですね、まあ、例えば2時間3時間やっても伸びてるんだったらいいんです、うん、ただ、まあ、大体そういう方はですね、一瞬伸びてすぐ怪我しちゃうということが多いんですけれども、まあ、短い時間で伸びるんだったらそれがもちろん一番いいわけですよね。長い時間トレーニングしないとちゃんと刺激を与えられないということは、はい、トレーニングが下手だということでもありますので、できるだけ短い時間でトレーニングを終わらせることが大事です、はい、じゃあ最後に先生、究極のお話というか、まあ、これがでも結構多いんだと思うんです。やっぱり伸びてない時に一番やりたくなること、もうとにかく重量でもいいから、回数でもいいから、疲労感でもいいから、何かでとにかく自分が疲弊しきるまで、やりきるまでっていうんでやり続けてしまう、結果的に可動域狭くなったり大幅くなったり、はい、これは意味がありますか。そうですね、例えば記録を伸ばしたい、はい、ベンチプレス100キロで伸びないからどうしても110キロでやりたい、うん、ということで胸まで下ろさないでやるとか、うん、スクワットでもどんどん重量を伸ばしたいためにどんどんしゃがみが浅くなって300キロぐらいで 2,3 センチぐらいしかしゃがんでない人いたりするんですけれども、それじゃ全然意味ないんですよね。正しいフォームで高重量、正しいフォームで記録を伸ばす、使用重量を伸ばすということが大事ですので、何よりもちゃんとフォームをしっかりと極めておくことが大事です。ですので初心者のうちから、まあ、もちろん中級上級もそうなんですけれども、最初にちゃんとフォームを固めておくこと、はい、その辺が大事ですので、できれば初心者のうちからですね、ちゃんとしたトレーナーの方に教わるのが一番早い、うん、まあ、近道になるんじゃないかなと思います、はい、フォームをしっかりやって、そのフォームの中でちゃんと伸びてるかどうかを客観視し続けることが、初級者からもいつまでも続くってことですね。そういうことになりますね、はいはい、今回はなかなか伸びない理由についていろいろと掘り下げていきました、はい、面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。プロテインが通常よりお得に購入できるプロテインの日なんですけれども、はい、今回ですね、プロテイン総選挙、はい、なんと票数が7万票というような、はい、とんでもない数すごいいただいたんですけれども、はい、まあ、その7万票の得票を記念いたしまして、はい、プロテインの日3月30日まで延期になりました。3月30日、23時59分までお得にご購入できるチャンスとなりますので、結構売り切れてしまうことはありますので、ね、はい、お早めにお買い求めください。セールの詳細なんですけれども概要欄にありますので、そちらをチェックしていただければと思います。